おはようございます。すいません、配信予定が8時だったの、8時半か、8時半だった、9時に変更しちゃってすいません。今日も可愛い、ありがとう。ビーズキュン愛してるおはーやっほー、昨日はありがとう、こちらこそありがとうね。おはよう、おはよう。朝から美少女見えて秋ありがとうございます。昨日は昼公演楽しかった、よかった。キンナの髪型可愛かった。キンナアンナの髪型？ん？キンナ。でけえ。なんでそんなに可愛いの？いやいやいや、そんな可愛くない。今日の子は DMM 配信がないらしい。なんかさ、みゆみゆさんがさ、いつかだったかの配信でさ、後日アーカイブとかじゃなかったっけ、言ってなかったっけ。これが一番止まります。はい、いってらっしゃい、頑張ってね。言ってなかったっけ。でも今日 DMM の配信っていうのリアルタイムではないってことか。七夕何お願いした？秘密です。そうね、言ってた。だよね、だよね。後日配信だね。そうだよね。後日配信だね。ちょっと、今こちらにですね、パイナップルと、この前農業で収穫したラズベリーと、ブルーベリーがあるのでそれを食べたいと思います。ちょっとパイの方から、うん、おいしい、おいしい。くれあげません。今日の13時までサマーバッグの予約が終わるな。そうだね、そうだよ。みんなゲット予約した？サマーバッグ、サマーバッグ予約しましたか？なんで13時までですよ、うん。おいしい。これから申し込みます。はい。昨日申し込んだよ。おお、よかったよかった、うん、忘れないうちにね。あ、買い忘れてたってなんないように気をつけてください。はい、あ、職員さんありがとうございます。朝から浴衣姿が可愛かったです、あ、よかったです。チャットにあげました。朝めっちゃチャットスッドドドドってなっちゃったかもね、ごめんなさい本当に。とりあえずカゴには入れておきました。カゴにはね、忘れないようにしてください。申し込んだらどんな特典がありますか？あの抽選であれだよね、夏の、待って、なんだっけ、名前が出てこない。名前が出てこない。
抽選で、なんだっけ、夏祭りじゃないよね、あれなんだっけ、まああの、はい、公園というか当たります。抽選でね、その抽選できる券が当たるかどうかわかんないけど抽選できる券がね増えます。サマーセットリスト、おー Thank you so much、 サマーセットリストの抽選券が買ったら もらえます。抽選券というかね、はい、当たるかもしれませんよ、皆さんぜひぜひ。なゆきすはもらえないですか、いや公演の時にやるよ、なゆきすしてって言われた。明日からガッタファン1周年おしゃべり会の申し込みが始まる。おお、なんかおしゃべり会たくさんだね、ドドドドドドって感じだね。うんうん、スケベに書かなくちゃ。そうね、帰って今日の横田祭り行けないけど心の中でお願いします。ありがとう。ん？ありがとう？うちもあれなんだよな。ガッタファンの申し込みたい。申し込みな。申し込みたかったら。申し込めないとかな。織姫おはよう。私織姫。七夕さんだよ。うん、噛めなかった。短冊書いた、まだ書いてないの。それが僕が君のありがとうございます。織姫だと年一しか会えない。確かに朝から何食べてるの。パイナポーとブルーベリーとラズベリー、パイナポーだけ全部食べちゃうね。あ、うんうん、前髪大佐は YouTube にひなたん映ってる。めっちゃ方可愛いから愛ちゃんみたいな。見ます、 YouTube に映ってるのね、見ます。おはよう、初見さんありがとう。このあと10時からきのくにや、きのくにや新潟店でではみはるさんの写真集のお渡し会とツーショットさせ、わあもうこんそんな時期か。ここはパンのパワーですか。次の前座はいつ、次の前座って言われた。もうもぐもぐあゆちかわいいの、ありがとうございます。見ます、あらさすが。今村上大佐さんに窓してるんですね、ありがとうございます。7月26日には祇園笠原木まつり大花火大会もあるし、7月はすごいね。7月なんかやっぱ7月入ったらあれだよね、
お祭りとかさ、行事系がまあ多くなってくるよね。次の愛ちゃんの伝道は13日じゃね。そうやね。じゃあ発表されてたか。愛ちゃんも写真集持って待ってるね。あ、私の写真集私秋食べてたのって缶詰かな。そう、缶詰のパイン。おはようございます。はい、してる。はいのグラビア、そんなに楽しみなのそんなに楽しみなんですか。長岡花火行く？わかんないね。まだこの先の予定がはっきりしてないから。早く行きたいな。あいのおすすめの場所にも書いてるからね。まだ水着はダメよ。はい。全然も公演と一緒に発表されるようになった。ああ、よかった。なんか、全然まだですかって方もいたりね。するから、よかったよかった。グラビア大人になってからやってみたい？やってみたいはやってみたい。撮影してみたいけど痩せないといや、やるなら痩せないと。次の展示は13と15だね。そうね。さて、あなたが本編に出られるようになるのはいつかな。あ、おはるちゃん、おはらちゃんだよ。あゆがいる伝道たまには行こうかな。うん、おいで。おたになる前に制服と髪型可愛かった。よかった。13日伊勢崎さん、そうそうそう、ななちおめでとう。初4期から初ですね。服着たまま着たグラビアもあるからチャンスあるよ、あゆちゃんにも。あ、お、ほんと？ピンクのビキニが似合うと思います。どうですか？ピンク、まあ、まあ大きくなったら大きくなったら。27日サンジャ花火、28日ツバメ。おお。三条とつまむ。昨日から夏仕様の制服だね。全然でも。そうね。タンクトップのハヤちゃんも見たい。タンクトップ今日の浴衣祭り、全然頑張ってください。あ、全然ない。全然ないと思うけど。浴衣祭り全然ないと思うんですけど、ね、マッピー、そうね、そうね。おはよう。みんな浴衣祭り行くの？あの昼とか夜とか。まじめさんの衣装引き継ぎますか。ああ、タンクトップだもんね。でもゆうはさんがさ引き継いでてさ、一人で湧いてた。おおって言ってあーちゃんが写真集発売された秋元先生がいいのメッセージを書いてくれるかも。恐れ多い。全然がない公演なんだね。うん、だって全然のメンバー発表されてないよね。うん、大得です。おー、おはよう。夜行くよ。おー、夜行くんだね。愛ちゃんはモノトーン好きっぽい。あー、モノトーン好きだよ。え、まあ、いや、ピンクも好きだけど
白とか黒のモノトーンも好きだね。うん、好き。さすが分かってますね。はいよ。あ、初見さんありがとうございます。ベリー食べましょう。あ、ベリー食べましょう。見て、大きくない？大きい、こんな大きい。いただきます。これしょっぱいやつあった。なんかああいうの取るの下手くそでさ、なんかしょっぱいやつ多かったの。あゆみちゃんおはようございます。おはようございます。逸材とかかかりそう。かかれないと思う。恐れ多い。あや大きいね。大きいよね。甘い。え、そ、酸っぱいのだった。大きいね。ちょっと。なんかああいうさ、ブルーベリー取るの下手くそなんですよ。ヨーグルトとかと一緒に食べたかったな。それが体にいいかも。いいのかな。目にいいんだよね。そう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 、ブルーベリーは目にいいか。そう、目にいいらしいじゃん。ブドウ高いんだって。ブルーベリー高い。ブドウ、ブルーベリー高いんだ。おうちで栽培した。あ、じゃあこれ、あの農業部で行った時に行きました。あー、わかる。ヨーグルト一緒いいよね。え、だよね。ちょっとさ、ちょっと酸っぱかったし、ヨーグルトヨーグルトー。今日の髪型と今日の服装が決まんなくて、9時まで、一応起きてたから9時まで時間あったのに、どうしようって。今日の髪型何がいいかな。農業の時は何時に起きたの。え、何時だったっけ。忘れましたね。忘れました。何時に起きたっけな。本当に忘れちゃった。ごめんね。今日は晴れてますね。いいね、晴れて。おはよう。4時5時。忘れました。ブルーベリーは目にいいし、目は大切にしなきゃ。そうだね、大切にしなきゃね。今日は暑いよ。暑いんだ。チーケアップにした方がいいんじゃね。暑いから髪アップにした方がいい。今日タイムの最高気温35度。暑いね。ほんとサラサラポニーテール。サラサラポニーテール、サラサラ。貴重な晴れだし、明日からちょっと雨だ。明日から雨なんだ。アップがいいな。アップがいいっすか。なんかあのももちゃんのさ、ここ三つ編みしてるやつかわいいなって思った。え、で、こうやったりするの。浴衣っぽい髪型。織姫ヘア。え、むず。織姫ヘア、むず。どんなんだったっけ。え、あゆちの方が、あゆちの、ん？あゆちのほっぺのライン好き。え、ほっぺのライン、ど、これただの、これただの皮が肉がついてるだけじゃない。いや、今日朝、うち朝だからちょっとむくんでるな。いやね、おはよう。おはよう。この前静岡県で最高気温が39度。39! やばいね。え、39、暑すぎない？もう40度がさ、普通になっちゃいそうじゃない？もう今からさ、39度とかなんちゃかとかなったね。この前まで普通に20何度くらいだったよね。もう30度、やだー。
やだな。晴れるのはいいんだけど、暑いだから、それな。かわいいよ、ありがとう。まだ7月入ったわけ。ね、そうだよね。もう30年経ったら次だよ。やっぴー。先輩で一番好きな人。え？先輩め、もうみんな好きだからな。みんなね、いい方ばっかり。みんないい方ばっかだよ、ほんとに。ちゃん高校野球とか見る？え、たまになんかチラッとは見ます。日差しがしんどい。はあはあいや、アイス食べたくなる、なるね。けど最近アイス食べてないんで、だからなんかいつもメールで今日の質問みたいなあるんだけど、最近ハマってるアイス、ん、最近食べてるアイス、 なんかアイスの質問が来たんですよ。けど、あゆさん、アイスが最近食べてないから答えられないってなって、ずっと、今、保留中、質問ボックスの中に入れてあります、あゆの。まだ梅雨も明けてないから蒸し暑いのが、そうだよね。蒸し暑い感じだもんね。やだ。新潟も、特には長岡も40度近くなるよね。長岡も？新潟も長岡も40度近くになるの。やだ。北関東ですが、だいたい40度近くありません。もうみんなどこも40度近くあるね、じゃあ。昨日、ルアさん、花江さんがユタ解説されたし、リガさんがエクされたね、最初、解説されましたね。おすすめはハーゲンダッツだよ。はい。このまま暑くなったら2月には何度まで上がるんだろう。え？ 2月？ 2月は逆にさ、温度低くなるでしょ。え、かわいい、このジュースみたいな、フルーツたくさん入ったやつ。かわいい、ありがとう。次、ディーブカさんとはタメ口になった。なってません。先輩なのでね。ゆりかさん、お疲れ様です。すいません。みたいな。ちゃんと敬語です。新潟、雨降らんと米の収穫が心配。確かに。そうだよね。今年も農業部のお米にじゃがいもに美味しいのたくさんかな。インスタと X どっちが好き？え？どっちが好き？あゆさ、活動する前はやってたけど、今やってないからな。全部アカウントとか消しちゃったしな。けど活動する前はあゆはインスタ中毒でしたね。もう携帯を開いたらすぐインスタ開いて、なんかインスタに用がなくてもインスタ開いてみたいな。めっちゃインスタ中毒だったな。それだけは覚えてます。でもなんかどっちが好きとか、あ、どっちが好きとかはないかな。でも最近エゴサするのは X だね。原由美で見るのは X の方が多いですね。リカ様、フライドポテトのほかフライド唐揚げ検定もさすがすぎるよね、リカさん。本当に愛してる。ひなたとはやちゃんのアップが朝から強い。だから二窓し、なんだっけ、二窓してるもんね、確か。はやー、はやー。インスタ中高者に人気なんだよね。そうそう。そうね。だからインスタめっちゃ。カラーゲニストらしい。カラーゲニスト。そういえば昨日ひなたさんがショールームしてたけど見えた。え、嘘。あゆ、通知来てないよ、多分。え、来てた。何時頃、何時頃、何時頃。逃した、もしかして私。
ズキュンヤピー、ヤッホー、あ、おはよう、おはよう。眠たいです。眠たいか。頑張って起きよう。今日も一日頑張るぞって言って起きよう。ズキュンヤピー。某動画サイトで見るしかそうだよね。自分も通知来てなかった。え、だよね。通知来てた？ひなたさんの。ラジオですか、それとも顔割りですか。21時間が自宅でロン君と言ってた。うそうそ、超見たかった。待って、マジか。うわー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 、はぁ、今日は村上大社だから実家から配信してね。そういうことか。うわ、日向さんの自宅、あ、実家、実家か。あーあーちゃんがロン君をなって、日向さんから可愛がったね。あ、ちょびっくりした。ロン君にさ、ロン君と入れ替わりたいな。ロン君と入れ替わりたいな。ロン君羨ましすぎる。ライブひなたちゃんにうわーってやってもらいたい、ひなたさんに。辛い報告でしたね。だね。お日様の配信を見逃してショック大きい。結構大きい。ナピーおはよう。原先生頑張って、頑張ります。私いつから先生になったんだろう。ズッキュン、よいしょ。やだとあんあんま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 んなんかひなたんつんだのよね、つんだね。なんかそんなのもかわいい。もうてかペット飼いたくなる、普通にそういうの見ると。私のお家はペットいないんですよ。みんなはペットいる？何飼ってるよとかある？でも一人暮らしするってなってさ、ペット、母ちゃんの犬のモノマネできない。え？犬のモノマネ？ちょっと恥ずかしいからやめとこうかな。ちょっとね。なんかいっぱい水飲んでた。あー、かわいいんだ。もうかわいいかよ。もうかわいいやん、それ絶対。愛ちゃんはペット飼いたいのに何飼いたい？何飼いたい？でも私はどっちかって言ったら猫派なんですよ。でも飼う犬か猫どっち派って言ったら猫派なんだけど、でも飼うってなったら犬の方が、なんか例えばお家帰ってきて「あいまー」って「あーん」って来るのは多分犬じゃん。だからどっちがいいかなって悩み中だね。はーちゃん猫っぽいよね。あ、ほんと？猫っぽい？断然犬。断然犬。犬か。犬がいいか。猫飼ってメンバーもいるもんね。そういうね。うん。だと毎回散歩。ああ、確かに散歩見るのか。なんか、あゆさんのお家はね、ママとおばあちゃんがあんまペット、ピシーなんだよ。そうね、犬だし、ボフって横の人で可愛いだよね。
あいつは農業部に出ることになったらダイエットを出演したいですが、農業部はもうね一応出演したんですけど、誰として農業やりたいか、農業上手い方って誰だろう、メンバーの中で農業上手いよってこと。おはやん、え、てくそ、そう、ママとおばあちゃんは反対って感じなんですね。だからなんかそのうちらが買いたいって言ってもお世話するの結局ママとかおばあちゃんになっちゃう、だから多分反対なんだと思うね。でうちも多分その例えば一人暮らしして買うってなったら、でも一人って多分大変じゃん多分。だからね、買うかどうかは迷うよね。仲間んち猫12匹飼ってる、すごっ12匹すごすぎ。ももちゃんかもな、ももちゃん、ももちゃんとはもうじゃあ一緒に会ったな私いやマシモさん、あマシさん、マシさん上手だったんだ、ももちゃん得意そう、あ農業、農業高校卒だったもん、確かね確かね確かにね、はよはよ、あ、初見さんありがとう、はよ。個人的にかほちゃん農業得意かも、うん、もうやめちゃったじゃん、だってナッピー、はよはよ。3期生の萌さんはお母さんと長野県から愛犬2匹を連れて新潟に住んでるからね。萌さん愛犬2匹住んでるの？いいなぁ、うちも萌さん家行きたいこんずずし。あゆちゃん農業部の次の NGT の部活動はどれに呼んでもらいたい？スウィーツがいいね、スウィーツが。はやんはやん、スウィーツ食べたいね、スウィーツ、スウィーツ。猫はガタネーのイメージ、え、それな、うちもめっちゃそのイメージある、マリナさんのイメージある、めっちゃ。やっぱりひなたんがいたスイーツ部か、そりゃあね、ずっとスイーツ部入りたかったもの私。スウィーツがいいね、スウィーツが。あ、食レポ練習したき、食レポの練習か。自分で部活を作るとしたら、難しいなこの質問、難しいな、ちょっと今じゃパッと考えられませんスイーツ部だったらみゆみゆさんの得意技の鼻にクリームつけるし、確かこの前ケーキ配信、ケーキ作って配信したんだよ100日の時に、それやったけどちょっとね、やったけどちょっとやっぱみゆみゆさんみたいには上手にいかないもんだね。スイーツ部だと一人ロケっぽいもんね、あ一人、はや、あ、初見さんありがとうございます、はや。あざとくないとスイーツ部になれないかも、嘘、じゃああざとく、あ、ブルーベリーだ、いただきます、うん、甘い、はい、すいません、食べたいのかと思ってた、ごめん、食べたい、どういうこと、何を食べたいですって。でもスイーツ食べたいよ、スイーツ食べたい、うん、スイーツ食べたいよ。スイーツ部キャプテンのなつきちゃんもあざとい、なつきさんほんとスイシーさんね、さすがだね、もうあざとい、あざといね。今ひなたさんが X をポストしたよ、おー、なんてポストしたんだろう、後で見なきゃ。ミュウと一緒にカフェ巡りしながら教えてもらうとか、え、いいね、めっちゃ。
めっちゃいい。レゴ部、あ、レゴ部作りたい。いいかも。今の食レポはひなたに似てたかも。本当？本当に？それ信じてもいいですか？お世辞じゃない、本当に信じていい？浴衣姿の写真と一緒にポストしたー、見なきゃー、絶対見ない。どんな髪型してるかな。楽しみ楽しみ。藤崎さんも食レポいいけど、スイスイさんの食レポ完璧だよ。さすがだな、スイスイさん。いいよね、食レポ。あ、よしてる。あ、初見さん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。ヤッピー、おはよう。さすがだよね。食レポ、練習しなきゃね。いや、何時まで配信するって決めてなかったんだけど、もう、切ろうかな、切ろうかな、配信もう終了しようかな。ひなたさん、ひなたさん見たい、ひなたさん見たいし。カリさん、食べ物がなくても食レポできるのがすごすぎる。食べ物がなくても食レポできる、カリさんすごいな。ひなたの浴衣姿、早い、体力すごい、本当に。わ、見たい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 。わ、見たい見たい。あゆちゃん、あさといよりもぶりっ子すマジ。あ、やっぱな、まだまだなんですね、足りませんね。そういえば、サマーバッグ忘れないようにしなきゃ。そうだね、サマーバッグ本日の13時までです。そしておしゃべり会もやってます。あ、受付中だよね。なので、多分受付中だよね、多分。なので、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ。サマーバッグの申し込みは13時まで、はい、13時までです。ぜひぜひ。原あゆみさんのね、はい、原あゆみさんの、ぜひぜひお願いします。あと、おしゃべり会とかでもね、日向さん推しの方とかいたら、日向さんの愛を語ろうとか。できるのも楽しみだな。ナタン推しですとか言ってくれたら面白そうね。はい、今おしゃべり会は50応募が明日の13時までだね。うん、ああ、もうちょっとだよ。もうちょっとで応募が終了しちゃうよ。それいいね。ね、ひなたさんの愛を語ろうかい。面白そう。ひなたさんファンにはとっておきです。全然、あの、ひなたさんのファンじゃない言い方で、ひなたさんは推しまでいかないよ、みたいな方でも。ぜひぜひたくさんおしゃべりしましょう。私とおしゃべりしたいな。昨日みゆみゆさんにね、おしゃべり会のコツというか、アドバイスというか、ちょっとね、いただいたので、それを発揮できたらなーなんて思ってます。みゆみゆさんっぽくなってるかも、ありが。6時応募が終わったら一旦皆さんお支払いだね。そうだね、一旦お支払いだね。今日は夜配信あるのかな。今日は、いや、夜配信ないかな。今日はこの配信で終了です。こんにちは、こんにちは。くねくねしながら話すとか。くねくねしながら、ね、みゆみゆさんっぽくね、頑張ります。あゆしてるゲーム、ひなたんラブを語り合う特技あるおしゃべり会のあゆちゃん。特技ある、あ、特徴あるだった、めっちゃ特技、特徴、うん、特徴あるおしゃべり会のあゆちゃん。あゆしてるゲームしに行く、おいで。あの、なんかいつにあゆしてるゲームしようかなとか、まだちゃんと考えられてはないんですけど、一応、まあ、いつでもね、あゆしてるゲームしたいよとかって、いつでも、いつでもかかってこい、いつでもかかってこい。
いつでもね、だってまあでも初日の浴衣は結構浴衣見たいんじゃないの、浴衣さん、みんな浴衣見たいんじゃないの。お顔好きだからあざとくなったつらいじゃない。あー、めっちゃあざといよ、めっちゃあざといよ。でもお顔好きって言ってるの嬉しい、ありがた。おう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 、それじゃあ団長読みをしましょうかな。はい、いきまーす。中3位 K、 ありがとうございます。12位青、ありがとうございます。11位ミトサラ、ありがとうございます。10位カイセラ、ありがとうございます。9位オイちゃん、ありがとうございます。8位ユウ、ありがとうございます。7位ビッグラブコ、ありがとうございます。6位クマノミ、ありがとうございます。5位トンスケ、ありがとうございます。4位オトピアン、ありがとうございます。3位コウスケ、ありがとうございます。2位ウッチー、ありがとうございます。1位ヤクツ、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうね、見に行ってくれてありがとう。ありがとうね。すみません、妹ちゃんもあざといかも。妹ちゃん、いきなり妹ちゃん出てきた。ありがとうね、大将、ありがとう、ありがとう、こちらこそね、ありがとうね。明日の朝は、明日は朝じゃなくて多分夜かな、多分明日は多分夜です。熱中症に気をつけてね。はい、あなたの夕方見て姿見てね。はい、見ます。即あのこれあの来たら即日向さんの方に切り替えますじゃあねー、ありがとう、バイバーイ。配信見てくれてありがとう、バイバーイ。